前回のチームでやった時に本当に最高のチームでみんな本当に能力高くて本当に1年間やって楽しかったです。いやもう本当自分が試合を決めてやろうっていう気持ちでやってきて、今日は決めれなかったけど、まあ、来年チャンスあるので頑張っていきたいと思います。いや今の3年生はジュニアユースの頃から一緒にやってきて、もう最後だったんで本当に1年間一緒にやって、ジュニアユースの頃から一緒にやってきた人がいて、本当にずっと先輩からもちょっと可愛がってもらってくださっていて、本当に感謝の気持ちでしかないです。来年は、もっとゴールを量産してチームの勝利に導くので、これからも応援よろしくお願いします。まあプリンスリーグ最終節で、3年生にとっては最後になるし人も多いので、まあ、絶対に、まあ、勝ち点3を取って終わろうっていう話をして、で実際に、まあ、勝ち点3取れたんですごくホッとします。そうですね、1年間通して、まあ、結構自分はポジションが変わって中盤だったりフォワードだったりで、今は、まあ、ウィングバック、まあ、右サイドハーフってところでサイドでプレーしてるんですけど、まあ、今日は、まあ、体も切れてて、まあ、よく走れて、まあ、球際とかも行けたので、まあ、来年もおそらくサイドでのプレーが戦場となるので、まあ、そういう意味では今日いい感触つかめたんで、それは良かったなと思ってます。まあ、今年はプレミアリーグ昇格っていうのはもう無理だったので、まあ、来年こそできるように、まあ、自分がチームを引っ張っていく存在になっていくと思うんで、まあ、しっかりとプレーと行動でしっかり示していきたいと思うので、来年も応援よろしくお願いします。今はめちゃくちゃ嬉しい気持ちですけど、やっぱり開幕戦から目標にしていたプレミア昇格に届かなくて、やっぱ悔しいっていう気持ちがあるので、来年こそは絶対にプレミアに昇格させるっていう気持ちで頑張りたいと思います。開幕前にトップチームデビューして、ルヴァンカップ優勝も経験できたり、高校生では経験できないようなことをたくさんできたんですけど、やっぱプリンスリーグの最初の辺は勝てない時期もあって苦しい時間帯がありましたけど、そこでやっぱ乗り越えてチーム一丸となって強くなっていって、やっぱプレミア昇格に向けてはまだもうちょい最初からチームで一丸にならないといけないと感じました。来年こそは絶対にプレミア昇格させれるように自分自身も力をつけて、で自分の目標でもあるトップチーム昇格に向けて頑張りたいと思います。今年応援してくださった方々、ありがとうございました。今年はプリンスリーグでいい結果を残せず申し訳ない気持ちがあるので、来年こそは絶対上げてみせるので、また熱い応援よろしくお願いします。最後の試合ということで、みんなで掴んだ勝利なのでとても嬉しく思ってます。最初は苦しい時期が続いたんですけど、そこからみんなで乗り越えることができてよかったと思います。不満なことは自分の武器を見つけたことです。やっぱ自分はヘディングが武器だと思っているので、そこをいろんな戦い方の相手にどう生かしていくかっていうのを6年間で学びました。6年間で学んだ知識やプレーなどを大学でも生かして、また福岡に帰ってこれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。最終戦っていうこともあって、まあ、いろんな思いが自分の中であって、まあ、今まで試合に応援に、
足を運んでくださったサポーターためにも戦うっていうことで、自分はそういう気持ちで最終戦に挑みました。そうですね、球国は結構蹴ってくるチームで、自分身長がちっちゃくて、ヘディングはまあ得意じゃないんですけど、そこはセンターバックの、まあ、山下くんだったり、まあ、ユーハーに頼んで、対人の面では自分得意としてるところなんで、そこはもう絶対に負けないようにっていうところは意識しました。そうですね、自分は、まあ、対人は、まあ、やっぱ武器でもあるんですけど、まあ、守備だけじゃなくて攻撃もっていうの、まあ、まだ攻撃はまあ課題なんですけど、まあ、そこはアビスパで学んだかなと思います。まずは1年間応援ありがとうございました。大学行ってもプロ目指して頑張るので、今後も応援よろしくお願いします。最終節、まあ、旧国相手だったので、まあ、福岡対決することもあって、まあ、勝ててよかったです。まあ、6年間、まあ、アビスパ福岡に在籍してて、まあ、そこで最後の試合っていうので、まあ、感慨深かったですけど、まあ、まずは試合に勝つことに集中して、まあ、自分は大学に行くんですけど、まあ、大学経由してでまたアビスパ福岡に戻ってこれたなと、まあ、この1年間で、まあ、経験したものは本当にでかいもので、まあ、普段トップの練習とかにも去年だったら行かなかったけど、まあ、今年に入って試合にも絡めるようになって、本当に全然レベルが違うんで、そういうところではしっかりと大きな経験をこの1年間で積めたので、まあ、これからに生かしていきたいと思ってます。まあ、長い人だったらまあ6年間、短い人で3年間、本当に応援ありがとうございました。とても力になりました。はい、球国は蹴ってくるサッカーだと思うので、まあ、そこで、まあ、空中戦でも負けないように、あとは自分たちの下で回せるところは回して、自分たちのサッカーも出しながら、まあ、4対0で勝てたことはとてもいいことだと思います。もう最終節だったので、まあ、大学につながるような、まあ、チャレンジ精神で、まあ、たくさん仕掛けることを意識して臨みました。まあ、その結果1ゴール2アシストできたので、まあ、チームに貢献できたかなと思います。まあ、1年生から試合に出させてもらったり、まあ、毎週試合していく中で、まあ、アビスパ福岡でレベルアップできたし、まあ、アビスパ福岡で良かったなと思います。大学では、まあ、この3年間を生かせるように、まあ、自分ドリブルを武器に頑張っていきたいなと思います。まあ、ホームでもアウェーでもたくさんの人が見に来てくれて、自分たちの試合を応援してくれる中で、まあ、自分たち最後は勝ちで終われたことはとてもいいことだと思いますし、この応援に応えれるようなプレーもできたかなと思うので、まあ、これからも活躍できるように恩返しできるように頑張っていきます。3年生は最後の試合だったので、全員で勝って終わろうっていう話をして臨んだので、本当に勝てて嬉しかったです。球国相手でロングボールが多くなると思ったので、セカンドボールの回収と頭際で絶対負けないっていうのを意識して試合に臨みました。去年からプリンスリーグで出させてもらってて、その中でやっぱ高いレベルで試合をすることがたくさん増えて、判断だったり技術も、うまくいって高くなったんですけど、やっぱ人としてたくさん成長できたので、それが良かったなと思います。3年間本当に、アウェーだったりホームだったりいろんなところで試合があって、そこに足を運んで応援してくれた皆さん本当にありがとうございます。
来年もプリンスリーグで、自分たちの後輩が頑張ってくれると思うので応援よろしくお願いします。まあ、率直に勝利できたことが嬉しいです。で最終節で、まあ、今季は最初に勝てない時期で長いトンネルだったんですけど、トスセカンダに勝ってそこでチームが波に乗って周囲を3回叩くなど、どんどんステップアップしていったのでとても良かったです。今シーズン監督からキャプテンをお願いします。お願いと言われて、任せてもらって、自分もキャプテンしたかったので、このチームのキャプテンになって、まあ、振り返ってみると、キャプテンマークに成長させてもらったなと、自分でも思ってます。自分についてきてくれたチームメイト、監督、すべての人に感謝したいと思います。ジュネイスに入ったのは6年間で、まあ、スクールも入れると、まあ、小学2年生から入ってるんで、すごい長くお世話になったクラブで、まあ、結果としては恩返しはできなかったんですけど、すごい成長させてもらったなと感じています。また、戻ってこれるようにしっかりまた自分の武器とかを磨いて頑張っていきたいと思います。まあ、3年間、アウェイにもかかわらず、足を運んでいただいて、まあ、声出し応援や、手拍子などで後押ししてくださったファンサポーターの皆さんと、ここまでついてきてくださった保護者の皆様には感謝しています。3年生はそれぞれの道に行きますが、みんなアビスパダムシを忘れず頑張っていきたいと思います。